どうも、食の贅沢です。今回はパンに入れるおすすめの具材、ある食材とある食材を組み合わせるとものすごい相性が良くて美味しいので、それをご紹介していきたいと思います。きっかけとして、最近僕の趣味としてマイブームなのがパン屋巡り。やっぱりこう料理動画をやるものとしていろいろ勉強しなきゃねっていう体で、まあ趣味なんですけど、パン屋巡りをこうやっていく中ですごいパンにこう巡り合ったんですね。で、まあそしたらもうね、やるしかないということで、今回はある食材とある食材を組み合わせたすっごい美味しいパンですね。これをご紹介していきたいと思います。よし、ではパン作りから入ります。ではまず薄力粉、間違えた、強力粉です。強力粉、ここに砂糖、塩で、砂糖めがけてドライイースト、そしたらここにオリーブオイルを加えて、それで牛乳を加えます。で、今回のこの組み合わせ、単体のものであればパン屋さんで見かけたりするんですけど、それを合わせてるのはあんまり見かけない。まあやっぱり作りたくなっちゃいますよね、僕だけ。で、生地がまとまったらこれをこねていきます。で、まあこのパン作り、これはホームベーカリー、まあ、通称 HB ですね。これを使っても全然いいんですけど、やっぱり僕的にはこねることこそこの醍醐味というか、ストレスを発散しつつパンを食らう。めちゃくちゃな表現だな。まあ、こねるか HB かはお好みでお願いします。よし、そしたらパンをボウルに入れて一時発酵させます。よし、では発酵させてる間に具材の準備をします。おすすめの具材その1、まず最初、ごぼうサラダが1つ目の食材です。ということで、ごぼうを斜め切りにして、そしたらこれを細切りにします。で、ごぼうは切った後5分ほど水につけていきます。で、その間に人参、これも細切りにしていきます。で、ごぼうサラダ自体作るのは簡単です。先ほどのごぼう、ここに人参で、あとたっぷりの水、それでこれを水から火にかけて、これに火を通していきます。で、ふつふつと沸騰してきて 1,2 分ぐらいが目安になります。よし、では最後の味付けですね。まずはマヨネーズ、で醤油をちょこっと、あと胡椒を加えて、それで混ぜ合わせればサラダの完成です。これからある食材と組み合わせていくので、ここで胡椒を入れることが今回のポイントになります。はい、発酵終わりました。では空気抜きをしていって、で、パンを6つに切っていきます。そうしたらパンを丸めて、うん、かわいい。それでパンの成形ができたら、これを布巾をかぶせてベンチタイムを取ります。よし、ではベンチタイムが終えたので成形に入ります。これを伸ばしていって、で、ここにおすすめその1、ごぼうサラダと、で、ここで登場します。ごぼうサラダと特に相性のいいびっくりした食材、チーズをのせます。いいよ、ごぼうサラダにチーズ、これがまあびっくり。チーズがコクを増やすのと同時に、ごぼうサラダが意外と食べやすさにつながる、相乗効果というよりは補い合う感じ、これを今回はしっかりと見ていきましょう。
なんかこう見ると餃子フックみたいですね。ということで成形完了です。よし、で生地を詰めたらまた布巾をして、で二次発酵させていきます。よし、ではパンを焼いていきます。で今回はオーブンで焼くんですけど、実はこれフライパンでもできます。でフライパンの焼き方はアンパンの動画で詳しくご紹介しているというか、同じやり方でできるので、ぜひアンパンの動画を参考にしてみてください。ということで、これを焼いていきます。それではパンが焼けましたので確認してみます。どん、いい感じ。ではちょっとパンを切ってみましょうか。ということで、よし、できました。もう見ただけで美味しそうですね。では味見してみましょう。ではいただきます。噛めば噛むほど込み上げてくる。チーズの濃厚の部分とごぼうサラダのあっさり食べやすい部分、ここがマッチするので、食べやすくてしっかりしてる。でしかも噛めば噛むほど噛み合っていく。すっげーうまい。というわけで今回はおすすめのパンの具材、ごぼうサラダとチーズ、これをご紹介しました。ぜひ試してみてください。でこの動画いいなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、あと僕ツイッターもやっていますので、ぜひフォロー、シェアなどよろしくお願いいたします。ではご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。